百均で買ってきたブルーのお茶。首脳テレビ会議を開催することが予定をされています。この会議の状況も踏まえて我が国として、適切に、対応を考えていきたい。チャーター機による退避のメドの、状況とキエフに残っている在ウクライナ日本国大使館の3人がキエフ市内の大使公邸に避難したとの情報があるようですが、あらゆる事態に適切に対応できますように、チャーター機の手配をすでに済ませるなど様々な準備を行って、おります。地上戦の緊迫化を受けまして、キエフに残っている在ウクライナ日本国大使館の官員を、キエフ市内の大使公邸に一時的に退避させたという状況でございます。原油価格の高騰対策としてガソリン税の上乗せ分の課税を停止する、いわゆるトリガー条項の凍結解除を検討するのか問われたに対し、岸田総理大臣はさらなるエネルギー市場の高騰などを考え、あらゆる手段を排除することなく松野官房長官の下で対策を議論している、今後の動向をしっかりと見据えながら適切な追加措置を用意していきたいとした。立憲民主党は新型コロナワクチンの3回目接種をめぐり次のように話しました。11月や12月に6ヶ月に前倒して高齢者の皆さんにワクチンを打っていれば、今の最悪の事態というのは少しでも緩和できたんじゃないですか。どのようにお考えになりますか。1回目2回目の接種との間隔を上げなければいけない、こういった事情の中でできるだけ早期に接種を始めなければいけないということで、薬事承認あるいは接種の開始を行ったと、1日100万回という